それで、次に在宅医療、在宅療養について質疑をいたします。まあ、コロナの陽性で、今回、自宅療養を余儀なくされた市民の方々が昨年度、たくさんいらっしゃいました。で、そのために昨年度、急遽、また下パルスオキシメーターのことを質疑させていただいたりしたんですが、保健所の方でも自宅療養に必要な予算を、機器を購入したりして運用しました。で、それが反映されて、今回の予算の準備につながっているんじゃないかと思いますので、まず、パルスオキシメーターですね、酸素飽和度をチェックして、危ない状況かどうかをチェックするパルスオキシメーターについては、昨年度というか、これまでどのような配布を、購入と配布をし、そして来年度の予算の中ではどのような取り扱いになっているでしょうか。保健所理事。お答えいたします。パルスオキシメーターについては、令和4年3月16日現在で6408個を確保しております。これまでの貸し出し実績としては、自宅療養者が3500名を超えた2月中旬以降には3000個を超え、これまでの最大値となりました。来年度につきましては、さらなる感染拡大に備え、1500個の追加購入の予算を計上しているところでございます。以上です。以上でございます。朝倉委員。次に酸素濃縮器についてです。酸素吸入ができる酸素濃縮器に関しては、自宅療養者が配置されていたホテルですね、の酸素ステーションに行って吸入した例と、それから自宅で吸入した例があると聞いております。それぞれ、何台使われており、来年度予算ではどのように扱われているんでしょうか。保健所理事。お答えいたします。令和3年8月24日から酸素濃縮器を確保し、現在計18台を確保しております。利用実績は酸素ステーションで3件、自宅療養者用は5件、合計で8件でございます。また令和4年度予算では8台分計上しているところでございます。以上でございます。朝倉委員。今回私ちょうど偶然というか、コロナが本格的になる直前の2020年の12月議会で薬剤師の働きについて質疑をさせていただきました。そしてこのコロナの2年間の中で、薬剤師が活躍されたところが、たくさんあります。で、薬局から薬剤師等が自宅に出向いて薬を届けることは、これまでどのように何件ほど行われて、来年度予算での取り扱いはどうでしょうか。それと合わせて、薬局での PCR 検査についてはどのようになっていたでしょうか。で、どのようにこれからしていくでしょうか。保健所理事。お答えいたします。自宅療養者の急増に備え、オンラインや電話で診療した医療機関及び医療機関で発行した処方箋の受付等を行った薬局に補助金を支給する事業では、オンライン等で診療した医療機関の医師が処方した処方箋を薬局へファックス送信し、受け付けた薬局が調剤した薬を療養者のご自宅に届けているところでございます。令和3年11月1日から開始しており、令和3年11月1日から
令和4年2月28日までの薬局での実績は674件となります。また来年度の見込みとしては件数としては3719件を見込んでおります。予算額としては2045万5000円となります。次に薬局における検査ですが、千葉県の感染拡大傾向時の一般検査事業等として、例えば無症状で感染している可能性に不安を抱える方を対象とし、市内の薬局等で無料で検査を受けられる事業がございます。本市といたしましては市ホームページとホームページ等で案内するとともに、相談センター等でお問い合わせがあったときにご紹介をしているところでございます。以上でございます。朝倉委員。薬剤師会は、今回の予算でも取り上げられていますひまわりネットワークの一員でもあります。コロナ、が実は在宅療養等に余儀なくされた状況の中で、余儀なくされる形で、さまざまな在宅に対するケアが、進んだところがあるんですが、これを逆に一つの契機と捉えて、コロナに限らず一般医療に関してもこの取り組みを広げていくべきではないかと思います。先日2020年12月議会で質疑させていただいた薬剤師の訪問薬剤師の在宅での役割も重要になってくると思うんですが、それに対する市の施策は、質疑から1年半経っておりますけど、どのようになっているでしょうか。健康高齢部長。お答えをいたします。在宅医療におきます薬剤師の訪問での役割についてでございますけれども、船橋薬剤師会をはじめ多くの関係団体による医療介護連携への取り組みによりまして、平成30年10月1日現在の訪問を行う薬局の数が80箇所であったのに対し、令和3年10月1日現在では147箇所に増加しております。これは在宅医療を円滑に実施するための取り組みが充実してきたものと考えております。在宅に訪問する薬剤師の役割は、処方された薬を届け、薬の説明をし、患者の薬の使用状況、生活状況の確認を行い、時には治療効果を高めるための薬の種類、用法、用量の変更提案を医師に対して行います。また訪問の状況を医師、ケアマネージャーに報告もいたします。これはコロナ以前と現在とで変わりはございません。なお、これらの訪問する薬剤師の活動は、訪問薬剤管理指導料という、診療報酬を請求できることとなっております。以上でございます。朝倉委員。最後に在宅医療、在宅療養について質問させ、全体像について質問させていただきます。コロナで余儀なくされた自宅療養に伴って、さまざまなきっかけとなり、それが医療全体の取り組みを広げていく可能性あるとはいえ、基本的にはやはり医療というのは特に医師の初心というのは非常に大切で、やはりオンラインで全てするのは無理だと思います。ただその要素をこれから取り入れていくべきですし、コロナというのは非常に余儀なくされたところもあるけれど、逆に対処すべきポイントが分かっていたという側面もあるので、在宅療養ができたんですが、他の疾病一般に全て広げられるかどうかはいろいろ検討しなきゃいけないとはいえ、疾病の種類ごとに在宅での療養が可能なところが出てくるんじゃないかと思います。
まあ、それは薬剤師が薬を届けることにとどまらず、自宅でさまざまな検査を行い、それをネットでその情報として医師、医療従事者に見てもらう形や、まあ、自宅の、まあ、見守り的な IoT の活用など、さまざまな方法があると思うんですけれど、市はこの在宅医療サービスについて、まあ、来年度予算も含めて、どのような方向を目指しているでしょうか。健康高齢部長。お答えいたします。在宅医療は身体的な事情により、通院ができないなど、医師が必要と判断した場合に適用する診療体系であり、その状況に応じて訪問診療と往診に分かれます。今後の在宅医療充実のためにどのような方法を目指しているのかとのご質問ですが、これまでと同様、介護保険事業特別会計の地域支援事業予算を活用しながら、この先を見据えて在宅医療を実施していただく医療機関数やその取扱い患者数、大学療養者の生活を支援する、その他の医療業界の関係事業者数などの増加を図るため、船橋の在宅医療を周りネットワークの活動を通じて、さまざまな疾病に対応した在宅医療ができる体制づくりを目指してまいります。